今回見せていただいてますピアノが、U3 の M ですね。はい、ちょっとね、弦の方もサビが出かけてますけども、この辺は磨いて、取れる範囲じゃないかなと思っておりますね。ハンマーの方はかなり、先の方は潰れてきてますので、成形をしましてね、ファイリングをしてきっちり卵型を、戻していきたいなと思っております。あと鍵盤の動きとかもね、ちょっとまあ、こう持ち上げたら降りないところとかね、ありますので、このバランスホールとかね、調整すればいいかなと思います。あと、フロントのかなり横揺れがありますので、フロントブッシングクロスですね。これを交換はいるんじゃないかなと思っておりますね。ただ、音の方がすごく良くて、ね、高音まで綺麗に出ますのでね、かなり響板はいいものがあるんじゃないかなと思いますので、きっちり調整をして、音の方、静音の方もすれば、かなり楽しみなピアノだなと思っております。では外装の方を取り付けてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。はい、やはりですね、30年使って、いただいてますので、細かい傷とかですね、曇りは当然ありますので、きっちり磨いていきたいなと思っておりますね。はい、ヤマハの文字もサビサビになっております。鍵の方とかペダルの方も、顔が映るぐらいまでね、綺麗に、できるんじゃないかなと思っておりますね。はい、磨きの方も頑張っていきたいと思います。